ピーター・チャールズ・ペア・オニールは、パプアニューギニアの政治家。イアリブイコール・パンギア選挙区選出の国会議員で、人民国家会議党の代表を務める。2011年から2019年まで12代目、パプアニューギニア首相を務めたが、そのうち2011年12月14日から2012年8月3日、までは、正当な首相であると主張する、マイケル・ソマレトの二重政府状態であった。 1965年2月13日に南部山岳州ヤリブイコールパンギア地区に誕生する。父のブライアン・オーニールはオーストラリア出身で、父方がアイルランド系の行政官。母のアワンボヤリは南部高地出身のパプアニューギニア人だった。ブライアンはオーストラリア政府の左官としてパプアニューギニアに赴任した1949年以来、ギアップの職業柄。 特ピシンを習得し、1982年に死去するまで、ゴロカで行政官を務め続けた。オニールはパンギア小学校、イアリブ高校、コロカ高校で教育を受けた。その後パプアニューギニア大学に進み、1986年に会計学と小学の学位を得て卒業した。正解に入る前のオニールは実業家だった。 2011年現在で妻のリンダとポートモレスビーに居住し、二男三女の五人の子供がいる。トラビスとパトリックはパプアニューギニアにいるが、ブライアンはオーストラリアの寄宿学校に入っている。ロリスとジョアンは共にオーストラリアのクイーンズランド州にある大学に通っている。オニールは2002年の国会議員選挙で当選し、同年大臣に抜擢された。2004年に 野党の院内総務に就任し、2007年にはマイケル・ソマレ首相の政府に水頭係として加わった。ソマレが病気療養を理由に政務から退いている間、オニールはサム・アバル首相代行の下で労働省を務めた。2011年8月、彼はアバルを権力の座から引きずり下ろすため、野党陣営に組みした。2011年8月2日、 オニールは国会における投票で首相代行に選出され後日総督の立ち会いのもと宣誓を行った8月にオニールが首相として初めて民間企業省のメケレもらうタと共に講じた処置の一つに国有企業のインディペンデンスパブリックビジネスコーポレーションで社長を務めていたグレン・ブレイクの解任があった政府はブレイクを職権乱用つまり資金を 違法並びに無分別に使用して角で告発した。モラウタは、アイプビシは、秘密の厚いベールのもと経営されてきたとし、オニール政権は、開かれた、公正なアイプビシの経営管理が回復されることを望むと述べた。また、オニールは8月26日を、開墾の日という新しい国民の休日に定めた。この発表は8月26日のわずか11日、前に、 最小限の情報を持ってなされたに過ぎなかった。開婚の日は、アバルが失職する直前にも、同様の考えを持ってアバルに接近していた、教会のグループの要望により制定された。2011年12月12日に、パプアニューギニアの最高裁判所が2011年8月に、ソマレ首相が解任されたことは違法との裁定を、下すと、オニールの首相としての地位に、 疑いが提された。オニールは正当な首相であることを裏付けてもらうため、総特定に出向いたが、武装した複数の警察官に阻まれた。国会議長のジェフリー・ナペは、ソマレは一般人であって、国会議員ではなく、オニールが正当な首相となる状況にあると述べたと、報じられた。このためパプアニューギニアは、ソマレとの二重政府状態となったか。 2012年8月3日に、ソマレがオニール政府を認めたため、二重政府状態は解消された。2012年2月、オニールは連立パートナーのドンポリエ在相を解任した。2017年8月2日に議会により、首相に再任された。しかし政権運営をめぐって、与党内から離反が相次ぐようになり、2019年5月26日に、 首相を辞任し、ジュリアス・チャン元首相に首相の座を譲る意向を表明した。5月29日、ボブ・ダダエ総督に辞表を提出。5月30日、パプアニューギニア議会は、ジェームズ・マラペ前金融相を新首相に選出。2020年5月23日、汚職の疑いで逮捕された。首相在任中に、イスラエル製の発電機を不正に調達した疑いがあり、 警察は声明で横領と職権乱用の証拠があると説明している。ありがとうございます。